皆さんこんにちは。編集担当のアスムです。任天堂スイッチにて任天堂64やメガドライブのゲームが遊べるサービスが発表されましたが、どうやらこのサービスの内容と価格が見合ってないと国内外問わず大荒れのようです。ということで今回のゲームニュースは、任天堂スイッチオンラインプラス追加パックの料金が判明、あつ森 DLC、 任天堂64メガドライブのゲームが遊べて12ヶ月4900円。記事はネトラボより引用しています。任天堂スイッチで任天堂64やメガドライブのゲームが遊べる任天堂スイッチオンラインプラス追加パックの利用料金が発表されました。個人プランの場合12ヶ月365日間で4900円、最大8人まで利用可能なファミリープランの場合12ヶ月で8900円となります。10月26日よりサービス開始予定。任天堂スイッチオンラインプラス追加パックは、従来の任天堂スイッチオンラインの機能に加えて有料でさらに追加サービスを利用できる新プラン。発表時点では任天堂64のゲームが遊べる任天堂64任天堂スイッチオンラインとメガドライブのゲームが遊べるセガメガドライブ4任天堂スイッチオンラインの2つのサービスが発表されていましたが、さらに今回追加で集まれ動物の森の有料追加コンテンツ、集まれ動物の森ハッピーホームパラダイスが追加料金なしで遊べることも分かりました。集まれ動物の森ハッピーホームパラダイスは11月5日配信予定で2500円で単品購入も可能ですが、任天堂スイッチオンラインプラス追加パックに加入しているユーザーは加入している期間中は無料でプレイすることができるとのこと。また任天堂64任天堂スイッチオンラインとセガメガドライブ4任天堂スイッチオンラインは10月26日から利用でき、どこでもセーブや最大4人までのオンラインプレイにも対応。また任天堂64の方は今後配信予定のタイトルとしてカスタムロボ、ポケモンスナップ、F0X などの追加が予告されています。メガドライブは不定期にタイトル追加予定とのこと。以上が記事の内容でした。それではここでネットの反応を見てみましょう。動物の森の DLC に興味があるのは私だけかもしれませんが、ファミリー会員になっている私にとって8900円は高すぎます。早急に価格を下げるか、価値のある機能を追加してください。海賊版に対抗する最善の方法はロムサイトが提供しているサービスよりも優れたサービスを提供することです。NSO プラットフォームで提供可能なレトロゲームが山のようにあるのに、なぜかサービスのサポートをしていません。弁護士にお金を払ってエミュレートサイトを追いかける代わりに、そのお金をもっと良いオンラインサービスに使うべきではないでしょうか。今の海賊版対策は負け戦です。任天堂だけが何かを大々的に宣伝してみんなの期待を文字通り踏みにじることができる。この価格で人々が納得すると信じていたとは正直言ってショックです。空をスマブラに登場させるにはそんなにコストがかかったのか。任天堂64とセガのゲームを数本レンタルするだけで 150% の値上げをする価値があるということですね。部屋を見誤るとはこのことだ。任天堂よ、提供されているコンテンツに対して4900円は高すぎると思います。任天堂には価格に見合うだけの機能を提供するか、提供する内容に見合った価格に下げることを期待しています。私は任天堂のかなりのファンですが、この動きは擁護できません。価格をこれほど高くする十分な理由がありませんし、
ファミリープランで友達をグループ化しない限り、誰もこの利点を利用しないと思います。私は多くのゲームをプレイするための合法的な手段を持ちたいと思っています。バンジョーカズーイは私が逃したゲームの一つで、 Xbox システムを所有していないので、これを見て興奮しましたが、それだけではパスを手に入れる十分な理由にはなりません。この価格帯はまさに正気の沙汰ではありません。これを購入する価値があると考える人はいないでしょう。任天堂が海賊版コミュニティを認めサポートしていることに感謝しましょう。今回の拡張パックの価格を見て、私は断然通常の会員になることにしました。スマブラにソラが登場したことで、任天堂がディズニーにどうやってお金を払っているのかが分かりました。懐かしさにも限界がある。こんなの払えないよ。もし私がこれに4900円払うと思っているのなら、あなたは正気ではない。あの値段は絶対におかしい。通常のプランの倍以上は高すぎやわ。値段 1.5 倍くらいで良い気がする。なんなら通常プラン値上げしてもいいから、価格差を抑えるべきやろ。あの内容で2倍はちょっとおかしい。まあ今さら5000円払って64とメガドラのゲーム遊べても仕方ないよな。 Wii の時からバーチャルコンソールで遊べたわけだし、 GC とか Wii のゲーム遊べるぐらいしてくれないと。任天堂新作の DLC が割引価格で買えます。くらいの付加価値は欲しい。これだけ海外でも荒れてるなら、任天堂そのうち月間プランも出しそうや。我々日本人が騒いだところで無視されるからな。月400円は安いけど、今までの倍だと言われると高く感じる。以上がネットの反応でした。あつ森の有料 DLC が追加料金なしで遊べるとはいえ、昔のゲームが遊べて通常サービスの倍は高いですね。何より年間料金のみで月額料金がなかったのが個人的にはがっかりしました。皆さんは今回の新サービスについてどのような意見をお持ちでしょうか。よければコメント欄にお書きください。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、グッドボタンお願いします。あゆなのゲーム実況もありますので、そちらもぜひご覧ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。